はい、どうも、哲学とです。今回も初代トーチライト、バンキッシャー実況、続きやっていきたいなと思います。まあ、なんかね、動画としては続いてると思うんですけど、まあ、結構ね、まあ、最近、久しぶりにトーチライトやるっていう感じなんで、まあ、気楽にやっていこうかなという感じはしてるんですけど、なんだろうな、割と他のハクスラの動画とか、まあ他のチャンネルの動画とかをね、撮影してる都合上、割とこう、トーチライトはね、なんか落ち着いてやりたいんで、少しゆっくりやってる感じではあるんですけど、どうしようかな、ウェイポイントポータル、ダンジョンか。一応ダンジョン戻ってみようか。前回少し、そうですね、ウェイポイントから進んだところまでやってたと思うんで、またやっていきましょう。ひたすらこう地下に降りていく感じなんでね。あ、降りてきた、ちょうどこう、18階まで降りてきたところですね。割とこう、見た目があれだけどさ、本格的な感じのね、ハクスラ、まあちゃんとハクスラしてるんで、そこがね、いいとこなのよね、このゲームね。あとは、割とね、こう、アイテムなんかは、こう、ちゃんと、マウスオーバーしてあげないと出てこなかったりするんで、ちゃんと引き続くって感じだね。ワンちゃんが可愛い。エクスプローシブちょっと強いね、やっぱね。カジュアルな見た目なんだけど、
なんかこう初代ディアブロの時のこうちょっとずつちょっとずつさ地下を探索していく感じがあるんだよね。そこがよくできてるゲーム。まあまだ難易度ね上げたりとかしてないんで、それほどむちゃくちゃさ苦戦してるわけじゃないですけど、これあれか、商人さんか。ちょっと待ってね。そしたらちょっと鑑定しましょう。スタッフ、エクセレントスタッフ、これはHP41% でしたね。あ、もうあのおじいちゃんが欲しがってたプライムエンバーあるんだけど。ウェポンのさ、あ、ウェポンソケットついてんのか。これ、ライフ吸収ついてるから、こういうの入れてあげれば、武器でライフ吸収みたいなのもできるんで、いいなと思ったんだけど。ポータルスクロールもこんなにいらないね。フロストを大丈夫。Your pet has departed. あ、ペット戻しちゃった。いいや。なんか間違えて押しちゃった。ヒールオールもあるんだよな。で、ちょっと鑑定しとこうか。総合防御力は結構高いんだよな。まあ売るか、これは。いらないかな。
マジックアイテムだから取っとくとかね。それはそれでもあれなんだけどさ、プライムエンバー、オカミちゃんいなくなっちゃってるからな。今カエルみたいなやつはね、敵じゃないですよね。おやおやおや、うん、でね、ペットちゃんにこの呪文をね、覚えさせようかなと思ったんでね、フロスト、これで凍結させられるんで敵を。微妙なバランスには仕上がってんだよね、このゲームね。まあこの実況をやり始めた理由っていうのもなんかさ、トーチライトやりたいなと思ったら割と、なんだろうな、トーチライト2はかなり評判がいいゲームだったんで、実況動画とかもね、上げてらっしゃる方いらっしゃるんですけど、初代はね、プレイ動画そのものは、もちろん英語はあるんだけどさ、日本語で上げてる人はあんまりいないなーって感じだったから、なんか見たいなーと思ってたんで。まあ、レビューしてくださってる方とかもいらっしゃったんで、そこはね、ありがたい感じなんだけど。はい。なんかね、だったら、うちのチャンネルでやろうというような感じですよね。まあ、でも、トーチライト1、2が出た時代って、まだそんなにね、YouTube そのものがさ、まだそれほどメジャーじゃなかったっていう感じもあるから、まあ、そういう時代的なものもあるよね。まあ、初代とか。まあ、レトロゲーだもんね、これね。いうところ。なんかね、そうなの。YouTube やるモチベーションって結局、なんか、あ、こういう動画見たいんだよ、見たいなーって、私が思ってる動画をなんか作りたいなーっていうのは結構あってさ。うん、そう。長すぎってなるかもしれないけど。割とだから、なんかね、うん。海外の方がさ、トーチライト2をずっと実況してるやつ見てたりとかね、しますよ。
おお。なんかこれあれなんだよな、当たんねえんだよな。あ、当たった、よかった。結構死闘だった、割とね。やってる人自体はねいると思うんだけど、まあ、うちも結局こういうさ懐かしいアクセラやると結構その視聴者さんからさ、こんな感じで遊んでましたよみたいなの聞いて、それを参考にさちょっとやらしてもらったりしてるんだけど、まあハクスラ同好会ですからね、うちね。そう、ハクスラの攻略チャンネルとしてなんかよりは同好の死が欲しい。で、まあトーチライトとかさ、なんかトーチライトパーティーやりませんかとか。パーティーできんのこれ、初代。初代はオンラインできないんだろうな、なんかわかんないけど、全然調べてないからわかんないんですけど。TCP とかでできんのかな。なんかね、せっかくだったらトーチライトを誰かにプレゼントして一緒にやるとかいいかもしれないね、うん、トーチライト安いですから、700円とかなんでね。うわ、世話になってる人にさ、まさにこのハクスラチャンネルの運用にあたってね、そういう人にあげるためにさ、キー買っとくとか、そういうのもあるよね。実況見て欲しいなって思ったゲームあったら言ってくださいみたいなさ、そういうこともできるよね。どうしようかな。Steam は結構さ、そういう、なんていうの、ギフト機能がちゃんとしてるんで、なんかね、ゲームでいただいた恩は、新しいゲームを与えることによって、送ることによって、プレゼントすることによって、うちのチャンネルに上がってるゲームだったらどれでもプレゼントしますよ。割とこうリアルなさ、まあ、職場の友達とかとね、ハクスラ布教してることが私は割と多いんだけど、ちょっとディアブロ4はな、まあ、ディアブロ4でもだいぶね、緩和されてきてるとはいえ、まあ、シーズン制でシーズンでキャラ育てなきゃいけなかったりするから、割と、その、本当に時間がない人とかだとできない、ちょっと進めるのはなーっていう時あるんだけど、なんかトーチライトとか初代ディアブロとか、まあ初代ディアブロはな、まあ割とシステム的なところでさ、古めかしいとこあるから、これだったらなんか、その、
ハクスラ全然やったことないっていう人にさ、例えばハクスラってどんなゲームなのっていうのを伝えながらやれるじゃん。初代まではちょっと、初代は逆にハードル上がっちゃうけど、これだったら子供と一緒にできるもんな。でいて結構緊張感もあるしさ。これさ、ペットに何かを使うときってどうすんの？あ、これで、あ、大丈夫だね。ペットのマナーどうやって回復させんのかなって今思ったんだけどさ。I can't do that. もう白はいらないな。白をいちいち売りに持って帰れさせるのもかわいそうな気もするんだよな。Your pet has departed. このゲームもさ、他のディアボロと同じく、ポータルをさ、降りたら出しといた方がいいね。そう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 。それ感じたのよね。割と私、どんどん進んじゃってるけど、こうやって出しとかないとさ、死んだ時、割とね、やばいんで。おお、17レベル。で、そうですね。本当はこっちのクリティカルストライク完走させて、エクスプローシブショットも上げたいな。死んだ時にここで蘇生できるからさ。
と。ドン。上のポーション出たで。1200回復。クリティカルヒット率とあれがいいんだよな、これな、この装備品な。今ちょっと一瞬さ、こっちと変えようかなと思ったけど、クリ率クリダメと、あとデクスタリティもついてるからな。そうして哲学との捨てられない利用がまた始まるのであった。あ、でもなんかな、いいよね、こういう感じで。これも捨てたくないなとか言いながらやるの。割と車線通らなくてうまくいかないなって時あるけど、こういうのが当たって、そうなんだよね、割とこう車線上に詰まっちゃってみたいな。
こういうのも多分ね、上のランクに多分結合できるんですよね、多分ね。Your pet has departed.階層攻略型の多分ダンジョンなんですけど、炎上ダメージも加えられるね。お。これさ、ペットをもしこれ閉じてて、あ、開いてくれますね。ありがてえ。アイス攻撃が 5%、ストレングスが、こういう感じね、
レアピストル。これいいんじゃない。ピストル使ってみようか。あとはあれかな、攻撃弓を少し上げていくかなって感じですかね。ここで戻ってきた。割と19層長いな。フェイムも結構溜まったね。フェイムが結構こうパラゴン的な要素で上がってくれるんだけど、なんか1はそんな無限に上げられたりはしないみたいだけどね、スキルレベル、まあ、そもそも10までしか触れないんで。こういう二股になってるときな、結構考えどころですよね。
もこれあれだな。すぐいっぱいになっちゃうんだよね。Your pet has departed.集団性の時の強さがえぐいな。お、違うあれか。あ、で、そうなんだよね。残りのスキルポイントで、うーん、あ、19レベルだもんね。そうなんだよね。もうさすがにあれかな、白はいらないかもね。そう、白売ってるとさ、いくらあっても足りなくなっちゃうから。ちょうどいいバランスになってるね。ライフが1000超え始めると上のポーションが解放されるというかさ。でこっちかな。休みの日にこうやってちまちまハクスラーやってるのが一番癒されますね。豊かだもんな、こういう時間ってね。
ちのマップの方がいいのかもな。はい、一応緊急回避用ポータルを作っといて、ディアブロ界ではじっちゃんの教えでさ、階を降りたらポータルっていう教えがありますからね。階を降りたらまずはポータルを開く、そういう。こうなんか割とこう遠距離でエイムがしづらいっていうところあるかな。割とねこう射程もさ思ったより長くないかな。こんぐらいなんだよね。ほら。まあ、敵も射程があるから、あれなんだけどさ、お、来るだろうと思っていた。どうやって、オーダークの呼び寄せに抵抗できたのだ。この、コロッサスがお前を抑え込んでしまえばお前の変化は完了するだろうと。え、怖っ。ボス戦ですね。しましたね。あ、A ポイント。はい、振動は収まっている。あなたへの信頼が高まったわ。あなたはマスター、アリックに、また、会ったの、私は結局は彼にを相手にしなきゃいけないわ、闇の、しもべとなる彼を認めるわけにはいかない、私たちはエンバーフォージに近づいているけど、一つ最後の障害が残っている。オーバースイヤーがの、メモは、ゴブリンははびこる、古代の要塞のことに触れている。その群れがドワーフの要塞に近づくのも防いでいるの。ゴブリンたちを打ち負かして私たちの目的に近づきましょう。了解。
まあ、大体4回ごとにこう、ウェイゲートがあって、ボスがあって、ウェイゲートがあって、みたいな感じですね。いやで、ちょっとクエスト報告していきましょう。プレミアルム、エンバーか、素晴らしい。エンバーの障害は山の深みから入手したサンプルではより強くなっておる。支援の何かがエンバー鉱脈全体に影響を及ぼしていると言えるか。もちろんそれは不合理なことじゃ。そんなにも強力なものなど存在しない。おそらくは鉱脈にくっついておるただの失われた霊魂じゃろう。お前さんの持ってきたかけらはお互いに近くにあると、その障害は増幅されるようじゃ、今後は話しておくことにするが、研究のためにはまだ多くのサンプルが必要となる。サーベージエンバーが時々火山のカルデラで見つかっておる。もしお前さんが、徹底的に調べたらその生成に必要な溶岩を見つけられるかもしれん。お願いじゃ、どんなサンプルでもいいから見かけたら、持ってきてくれんか。大体メインストーリー通りやるといいんだよね。トラララ悪魔は倒され、バーカーデインはもういない。なぜ不機嫌な顔をしているのです。死が理解できませんでしたか。死だったんかい。私が作られた時、私と創造主は街角で銀融詩人が人々を楽しませているのをしばしば見ました。それは偉大なことだと私は刺激したのです。もちろん彼はその様にようには見えませんでした。私はとても強い悪魔であり、荒野で姿を消すまで無数の戦士を倒してきた、アズリーバーザ、デスプロイヤーの物語を思い出しました。こいつがこのトーチライトの、地下21階にいると思うのです。ゾクゾクしませんか。その獣をやっつけてください。私が英雄、2人を英雄にしますよ。分かった、受けよう。これすごいな。これね、ファイヤースタッフベノ。こんなにいるのかな。カットスカルなんだよね、これね。
ですか、あれ。コアエンバー、ピュアエンバー、カットスカル、うん。ちょっと結合させてみましょうか。こっち側の共有保管庫にさ、これ入れとこうかな。フローラ、これは違うんだな。あ、インベントリーフル。スカル。デュアルコールドエンバー。これ一緒だね。カットピュアエンバー、攻撃力は24あるから、いいね。ポイズン攻撃で、カット
防服だ、ね、うーん、割といろんな効果ありますね。アイボールだったり。Well, hello. Fortune is kind to you. Good luck to you. クラッシュデスカール、フローラルエンバー、これかな。これなんか2つあれだけど、まあこれ後でやりましょう。で、レベル上がってるんで、ここで10になりましたね。アローホール。ブロック&パリー20、レベル20で使えるのか。ちょっともうちょっとだけやりましょうかね。はい、いやー、よし、じゃあ進みましょう。アリックの手記の断片。何時間も気温が高まっていると感じられる。足の下はの岩は高くなり、硫黄の匂いが鼻孔を焦がした。岩の裂け目を、すり抜けていたから。溶岩を見ると、予想していたが心構えが足りなかった。泡立つ溶岩の輝きが洞窟に慣れた目を、にじませた。視界が晴れた時、当時、要塞だと思ったものを見た。今は、誘拐した海の、岩の柱の上に、築かれた牢獄だと知っている。誰がこのようなものを建てたのだ。何がこのような極度の監禁を必要としたのだ。囚人と監守が騒ぎの方を向いてくれてありがたく思う。と、まあ、ちょっと字がちっちゃいんだよね、ここね。
FM も上がりましたね。オフェンシブスペルマスタリーなのか。よし、そしたら打っていきますか。あ、これいいじゃん。今なんかパッて打っちゃったけどさ、あ、いいのかいいのか、これだもんね。なんかちょっと見方間違えた。銃はない。シールド持てるのか。これいいな。お。いいじゃない。やっと銃変えられる。
12個。そしたら売っちゃいましょうか。さすがにこっちに変えようかな。スが足んないんだ、全然。じゃあ先進みますか。
だんだん溶岩地帯みたいになってきた。これ何？まあいいか、下下げ下がりますか。
いて対処していけばそんなにまだやべえなって感じではないけどね。You have sprung the trap. あ、そういえばなんかさっきさ、21階の敵倒してこいよって言われなかった？今更なんだけど、なんか21階で敵倒してこいよって言われたんだよな、クエストの。割と来ちゃってから言うのもあれなんだけど、どうしようかな。そしたらちょっと一回これで戻ろうか。確か21回で倒してこいって言ってた。もう倒してんのかな、これ。ならいいんだけど、それ。ボールエンバー。ディープエンバーなんてあるんだ。割とありますね。エスカール、
こら辺もいらないですね。ここら辺ちょっと取っとこうかなと思っちゃうんですけどね。結合させた方がいいかなと思うんだけどさ。これもいらないね。私が練習しているのを聞きました。偉大な選手でさえ涙を誘うのです。アズールザ、です。ブロイラーと戦って生き残ったのですね。あ、これ生き残った扱い。あ、大丈夫ですね。これでデストロイヤーについて歌に、取り組んでいましたがしっくりきません。多分あなたは23回を訪問してそのことをなんとかできるでしょう。もちろん私は可能な限り英雄的な光をあなたの物語に投げかけますよと。永遠にキャット、あ、これあれか、魚ね。猫に変えるってやつ。これちょっと買っとこうかな。猫に変えたくなるかもしれないかな。これは、あー、ピストル。あ、これライフルなんじゃん。これ強いんじゃね？勝手に思ってますか。
inventory is full. なんか割とあれなんだよね。アイテムがすぐいっぱいになっちゃう。レベルアップしたんで、ポイント増えるのか。で、ここまで、ここ10ポイントで、ブロック&パリーもね、欲しいんだよな。パッシブが割と強いんで、パッシブ取りつつ、このショットガンというか、ここが下りですね。これ多分なんだけど、いるかな。23階かな。
なんかな、こういうのいらないんだよな、正直な。レベルが上がってんの、これ。
一度きりのポータルも割とね美味しいんで、行きますか。あ、やばい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 、危ねえ、結構ギリギリだったね今。次出ちゃってんじゃん。あー、どうしようかな。メイスか。四隅行ってきた方がいいね。そういうことか。あ、もうこれなのかな。
ライフルの方が射程が長いとかあるのかな。ありそう。いけないですね。これいいね。しっかりと詰めてはいる。なんかあれなのかな、両側鳴らさないとダメとか。あるのかな。そんなギミックと見た。
そんなことはなかった。こういうことできないよね。そんなことできないよね。それはできない。なんかさっきの呼び笛みたいのやったんで、で、24階ですね。これ多分なんですけど、ボス戦なんで、頑張りますか。
ぐにボスがいるわけじゃないのかな。ありますね。これかレバーか。さあじゃあやっていきますか。なぜ、オルダークの、意志に対してもがくのだ。かまわん、オーバースフィアはこの領域を通過できなかった。お前もゴブリンの、胸に対してはうまくやれんだろう。え、来たなんかバリア張ってるやついるな。どうか。
これで手下はやったと思うんで。よし、倒しましたね。この辺に大量にアイテムあるんで取っていきたいんだけど、あ、シリーが来ました。はい、フォレ、トレスに着いたわね。エンバーの悪影響はどう？心配がないわ、治療法の発見はもうすぐそこよ。その後も助けられることをお願いするわ。この腐敗を引き起こしているものが何であれ、私一人で向き合うにはあまりにも強大なのよ。エンバーフォージへの道を開いてちょうだい。そこで会いましょう。じゃあまあ次回までに少し、今回の整理品ね、整理しておこうかなって感じですね。はい、ということでなんとかね、24階のボス、攻略まで、進めることができましたので、またね、この次回、続きから次回やっていきたいなと思います。どうも今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学人でした。